いやー、本当に急にこうなっちゃいましたね。特に今年もうキーポイント、もういきなり正念場やってきました。まあ安倍政権絶対間違えてはいけませんよ、ここ。はい、皆さん、こんにちは、アメリカです。今日はですね、尖閣諸島の接続水域に、まあ、中国船が、まあ、公船、まあ、いろいろも入ってきてますけども、ですね、8月の2日ですね、今日3日なんで、昨日ですか、昨日で111日連続に、まあ、入ってきてるということになりました。私の動画、確か81日でしたよね、81日で、の時に、まあ、動画上げたんですけども、あれから1ヶ月ですか、30日なんで、1ヶ月経ってもまだやめてなかったですよね。やめてなかったんですよね。でですね、今日はですね、8月3日のその、産経新聞一面なんですけども、ちょっとね、これは、とうとうここまで来たかっていうような感じの、ニュースが飛び込んできました。ですね、もうちょっと読んでいきますけども、中国政府が日本政府に対し、尖閣諸島周辺での多数の漁船による領海侵入を予告するような主張ですね。多数どれくらいですかね、100艘くらい来るんですかね。その、領海侵入する、100艘くらいで、その尖閣諸島沖に来るというような主張とともに、日本側に航行停止を要求する資格はないと伝えてきたことが2日分かったということです。でですね、まあ、16日に尖閣周辺で中国が設定する漁業期間が終わり、漁船と公船が、領海に退去して侵入する恐れがあると。で、日本の実効支配の切り崩しに向け、挑発をエスカレートさせる可能性もあると見て、日本政府内では危機感が高まっている。これはもう危機感高くさせるというのもね、もうマックスにした方がいいですね。ここは結構ちょっと正念場来ましたよ。ここちょっと正念場ですね。でですね、これです。中国政府の当局のその言い分だと、日本の海上保安庁は尖閣周辺で一隻の日本漁船すら航行するのを止められなかったと。いや、だからそこが中国の領土だというふうなことを主張したいんでしょう。何を言ってんですかね、日本の領土なのに。そりゃ、蛇行するの止めませんよ。日本の領土で、日本の漁船が通ってんだったら、日本の海上保安庁止めるわけがない。で、何百隻もの、中国漁船の、航行を制止するよう、日本が要求する資格はない、ということなんですよね。だから、中国側としては、日本がそこの、尖閣沖、中国領土だと、中国の側としては中国領土だと。でも、日本漁船が航行して、それ、日本、その海上保安庁を止めなかったと。だったら、その中国領土にある、ところに中国の漁船が何百艘も、何百艘も来ても、日本のその海上保安庁、文句言う資格はないよと。その航行を止めるように、止めるよう要求する資格はないよと言ってるんですよ。いや、めちゃくちゃですね。いや、久しぶりめちゃくちゃな論理。韓国もかなりアクロバティックな論理振りかざしますけども、これもう段違い平行アクロバティックですね、これもう。でですね、日本政府はですね、この主張を、意趣返しの意思表示で、漁業脇の挑発を正当化する布石だと指摘する。まあ、そんな、切れない言い方なんてしなくていいですよ、そんなの。何言ってんの、この野郎、てめえ、この野郎ぐらいでいいですよ。切れない言い方なんてする必要も全くない。挑発の新たな形態も懸念されず、と、思われます。どういうことかというと、まあ、漁民らで組織される、海上民兵の投入で、昨年7月にベトナムの排他的経済水域、まあ、EEZ ですね、EEZ。で、公船とともに、海上民兵船が活動したという前例があると。なんで、今年6月のその中国のその法改正で、公船が所属する、海警局と海軍が同じ指揮系統で運用可能になり、尖閣諸島で軍艦艇と公船、民兵船を試験的に一体運用する機会を伺っているとの見方もあると。もうほとんど戦争するぞみたいなこと言ってますね。もうここやってるも多分戦争ですよ。まあ日本、まあどういうふうな対応するのかちょっとわかりませんけども。
で、日本政府高官は、その交戦の背後に控える中国艦、中国海軍艦艇をマークしている、海上自衛隊艦艇に加え、海上自衛隊の哨戒機と、航空自衛隊の、早期警戒機の、飛行頻度を増やし、中国側が認識できるレベルまで警戒態勢を引き上げるべきだと指摘したと。まあ、そういうことなんですけどね。ここでちょっと実はですね、これは8月、昨日のニュースなんですけども、まあ、産経新聞なんですけども、ウェブ版ですけども、尖閣領海侵入時に、その中国がミサイル艇を展開したっていうんですよね。今みたいな新しい形態をもうすでにやってるんじゃないかっていう話なんですよ。で、中国軍が海警局と連動するということなんですけども、その中国海警局の巡視船が尖閣諸島の領海に侵入する際、中国海軍のミサイル艇が巡視船に連動して台湾付近に展開していることが1日分かったと。だからあれなんですよね、その接続水域に入るとき、中国船がその、接続水域に入るときに、中国海軍のミサイル艇もその巡視船、その入っていったその巡視船に連動して台湾付近に展開すると。不測の事態があったら、まあ攻撃しようという話じゃないですか。でですね、巡視船、また中国本土ではミサイル部隊が展開していることも判明と。だから不測の事態に、その、周辺海域を警戒する海上自衛隊の護衛艦を牽制する狙いがあるとみられると。複数の、政府関係者が明らかにしたと。いうことなんですけどもね、これは、例えば、尖閣に、まあ、100艘ぐらいのこの船、中国から100艘ぐらいの船が、まあ、来ます。まあ、来たら、まず、まあ、対峙するでしょうね。まあ、日本の方も数十隻とか、まあ、海軍とか出ていくかもしれません。と同時に、ぜひもうこうなったら、尖閣に上陸してもらいたいです。尖閣に上陸して、もうそこでもう、公務員だな、なんだろう、もう、常駐させるべきです。もうね、ちょっとね、甘いこと言ってられない状況にはなってきましたよ。まあ、それで、いや、そんなことすると、本当に戦争になっちゃうよとか、言うんであれば、それじゃあしなかったらどうなると思います。しなかったら多分上陸するまで中国のその船来ますよ。何百艘と。だからここでまあ、尖閣諸島にまあ上陸して、それでまあ公務員常駐して、もう実行支配せざるを得ないです。しなかったらしないで中国が今度、尖閣に入ってきますよ。尖閣に入ってきて、まあそれですぐさま奪還、できればいいですよ。でもできなかった場合のことを考えると非常にリスキーです。なんで、やっぱりここは、もしですね、もう中国がそういう何十隻とか、もう不審な動きしたらもうすぐ尖閣にまあ上陸する。まあ全、もうその上陸すると同時に、まあ海軍もね、まあ海上自衛隊も、海上自衛隊ももう展開すると。海上保安庁だけじゃなくて海上自衛隊も展開する。航空自衛隊もまあ展開すると。いうふうなことをやります。でですね、まあ日本としては心強いことに、その、あれなんですよね。まあ、アメリカ軍がいるんですよね。在日米軍が。でですね、これ7月30日の NHK のウェブ版のニュースなんですけども、その、在日米軍のトップがですね、尖閣周辺で日本を助ける義務を全うするというふうな、ことを言ったんですよね。で、ちょっとこれ読んでいきますけども、その在日アメリカ軍のトップ、シュナイダー司令官は、その沖縄県の尖閣諸島の周辺で、中国の船が日本の領海にたびたび侵入し、かつてなく活動を活発化させているとした上で、アメリカ軍として周辺海域での警戒監視や情報収集を強化して、日本を支援するという考えを示しましたということです。でですね、ここですね、特にこういうふうなこと言ってますね。尖閣諸島の状況について、アメリカが日本政府を助ける義務を全うすると述べています。で、アメリカ軍として周辺海域での警戒監視や情報収集、偵察活動を強化して日本を支援するという考えを示しましたということです。やっぱりこれ、尖閣中国に取られると、アメリカもものすごい脅威でしょ。ものすごい脅威に感じるでしょ。しかも今、あれですからね、
大統領選挙がありますから、今年。なんで、なんとしてもね、今トランプ大統領は、中国を叩いてます。叩いてるんで、叩いてるにもかかわらず、尖閣中国に取られたって言ったら、メンツ丸つぶれですからね。もうほぼほぼもう、大統領選負け決定ですよ、そうなったら。だからここは、アメリカ政府、やっぱり日本に協力して、それでもし中国がね、そういうふうな不測の事態を起こしたなら、日本と共に、日本が最初に、出ていく可能性はあります。海上自衛隊、そして、海上保安庁、あと、尖閣に上陸して、公務員常駐する。それを、補佐するような感じで、アメリカ軍がサポートする可能性、っていうか、サポートするでしょ。やっぱりここ、尖閣は、取られたらアメリカ軍もやばいですよ。戦略上非常にやばい。軍事力的にも戦略的にも非常にやばいことになりますからね。なんでね、中国、そこまでリスクを負って尖閣取りに来るかどうかわかりませんね。もともとこの尖閣というのは、中国、いつから中国はこの尖閣諸島を中国領土だと主張し始めたかというと、1970年代ですか。確か国連が尖閣の周り石油取れるよっていうふうなこと言ったんですね。その途端ですよ。それまで全然主張しなかったんですよ。その途端に中国、いや尖閣中国の領土だよって言い始めたんですよ。いつの時代も、第二次世界大戦もそうですけども、やっぱり資源ですよね。資源の奪い合い。からやっぱり戦争に、こういうふうな、紛争に発展していくんですよね。日本もね、ちょっと話すれますけども、やっぱり資源をね、例えば何でしたっけ、リニアコライダーも使わなきゃいけないですけども、メタンハイドレート。あれも実用化させるぐらいの、ことをやるとか、あと水素も、実用化させるぐらいのそのコスト削減できるようにするとか、そういうふうなこと、やってるんでしょうね。ガンガンそれにもお金、国債発行して費やさなきゃいけないですよね。で、ちょっと話それましたけども、なんでね、歴史が浅いですよ。中国が領土主張し始めたのも、たかだか40年前ぐらいですよ。40、50年前ですよ。なんで、それまではやっぱり歴史とした日本の領土だったんで、それまではっていうか、もう今もそうですけどね。昔からずっとそうですけどね。日本の領土なんでね。この領土を取られるようになると、もう、逆に中国、こういうふうに挑発してくるんで、日本としては上陸しやすくなりましたね。あ、お前変なこと言った。中国お前変なこと言った。じゃあもうしょうがないな。上陸して。で、上陸すると。我が国だから。我が国の領土だから。言えるようにはなりやすくなりました。ただね、ここ、安倍さんですよね。その最高司令官。なんで、ね、その安倍さん、失敗しないでほしいんですね。日本政府。ここは、ここのさじ加減、難しい、簡単であり難しくもある、ところですからね。本当にね、憲法を改正して、それで自衛隊を明記する、いいですけども、そうやってもいいですけども、まずは憲法も改正、するしない以前に、我が国の領土を絶対に守るんだという気概を持ってもらいたいんですね。それを実行してもらいたい。先だったのに昨日ですね、昨日の動画でも私言いました。行動力、アメリカの行動力見習えよと。なんでね、ここは今後どういうふうに中国出てくるかわかりませんけどね。いやー、本当に、急にこうなっちゃいましたね。特に今年。もうキーポイント。もういきなり正念場やってきました。安倍政権絶対間違えてはいけませんよ、ここ。経済政策散々ボロボロになってんですけどね。散々ボロボロにした上で、国土を手放すようなことになっても。もう、ただ進みませんよ、安倍さん。そういうふうなことにはならないと思いますけどね。とりあえず尖閣は日本の領土なんだということをきちんと、主張して、それでもう行動に出てください。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。